トゥース。あ、皆さんこんにちは。おっちゃんです。今日はね、2021年の9月10日です。早いもんでね、早いもんで、もう9月に入って10日ですよ。なんか最近ね、日数が経つんがね、日数というか、過ぎるんがね、日にちが過ぎるのが早いです。早く感じる今日この頃。と言いますもね、やっと週末かなと、思います。今日私はね、今から夜勤に向かっておりますけれどもね、今日ね、この山口県防府市内はね、曇っております。今からね、雨予報なんですけれどもね、幾分台風の影響もあるのかなと思いましたけれども、全然台風の雨雲じゃないような気がしますね。もしかしたら台風の影響なのかもわかりませんけれども、今ね、台風14号、とても大きなやつがね、今九州、沖縄付近にいますね。935ヘクトパスカルだったかな。これ猛烈にでかいです。こんなものがね、本土直撃するとね、大変なことになりますよ。まあ、本土と言わずね、沖縄、で、奄美諸島、ね、あの辺、まあ、鹿児島もそうですけれども、これからね、東シナ海の方に向かって、朝鮮半島のあたりに上陸するか、もしくは東シナ海のその、日本と九州と朝鮮半島のその間をね抜けていくのかなという気がしますけれども、まあ、できる限りならね左の方にそれで行ってくれたらなと思っております。はい、まだね今週末来週頭ぐらいじゃないとまだねコースが分かんないんじゃないのかなと思いますけれども、今のところまあ、予報円というかね、予想軌道っていうんかな、予想進路か。これがね、右に行くともわからず、左にそれるともわからずね、微妙なところです。私ね、もうほんと、6時間ごとにね、チェックしております。はい。まあ、そのわけはね、台風の目に合っているのでね、うちの家がね、はい、なのでね、本当台風の動向はね、本当それ被害の目に合ってみないとね、なかなか分かんないと思います。台風の18号とかね、19号というのがね、昔ありましたけれども、それでね、もううちの家なんか壊滅的な被害だったんでね。はい、まあ残ったのは借金だけと言ったところですけど、まあ借金だけじゃない、まあまあ家も当然残りましたけれども、はい、莫大な損害を出しました。はい、まあそんなところですけれども、で今日のテーマはね、まあそういった自然災害のことについて話していこうかなと思っております。特にこのシーズンはね、もう台風ですよ。この14号はね、まだこの時期で14号というのは少ないですね。だいたいこの時期はね、もう17とかね、18とかね、そういったレベルですわ。でもまだ14号ですからね、発生した台風は割と少なめですね。まあそうは言っても10月とかね、何年か前12月になっても台風、なんか発生してましたからね。まだまだ予断は許しませんけれども、まあね、このお彼岸を過ぎての台風発生というのはね、まあほぼそんなにでかくないというのがね、私のイメージなんですけれどもね、私自身、まあ彼岸というか、まあ9月20、23日がその日、お彼岸でしたっけ？まあ、それを過ぎればね、
まあそんなに、まあ日本に近づいてもそんなに大きい台風は目に合ってないなという私の記憶ですけれどもね、それを過ぎればもう大体安心かなと、毎年そう思ってるんですけれどもね。でね、これから、台風シーズンでね、9月いっぱいは台風とか発生したりね、で、ゲリラ豪雨とかね、あると思うんですよ。で、そんな災害が予想される時の運行というのはね、ほんとね、十分気をつけて行ってもらいたいなと思っております。特にですね、そこを通らなくてもいいようならば、無理してね、そんなところは通らない。まあ、山間部ですよね。特に山間部。山あいの国道をね、行くとか、県道をね、行くとかということもね、あると思うんですよ。でもね、極力、そんな豪雨というのはある程度、予想できるじゃないですか。で、今頃もうスマホでね、雨雲レーダーとかも見れますし、で、ある程度はね、もう素人でもね、ある程度の予想はできるんですよ。ですのでね、そんな豪雨災害が発生しそうなところをね、わざわざ走らなくても、ちょっとその山間部じゃなしに、できれば、海沿いの平野部というかね、その方を走ってみると。で、川のそばをずっと行くような道であれば、極力はそういったところは走らないと。これ、予防運転ですよね。で、今から行くとこは、川のそばを通って、ほんと川がね、増水しているのにね、そんなところわざわざね、行かなくてもいいんですよ。で、もし流されて、まあ、大変な目に遭う。ましてや、命をね、失うようなことがあってはね、なんちゅうことないですよ。で、よく言うじゃないですか。自分の身は自分で守れと。人はね、守ってくれませんよ。まあ、あなたの会社が、まあ、社長なり、運行管理者なりね、どうしても言ってくださいと。気をつけて言ってくださいと。そんだけですよ。おそらく。で、本当に危険であれば、今日はもう走んなくていいですよ。運行中止しますと。ね、受けた荷物キャンセルしましたんでとか。そういったね、会社ならばいいですけれどもね、今なかなか、そういった会社もね、なかなかね、荷物をキャンセルするとかね、してくれるような、いいところはね、いいところというか、まあそれがいいか悪いかわかりませんけれども。あ、そこまでね、心配してくれる会社ってね、まあ、まず、少ないですよね。なので、あなたの身は、あなたで守ると。自分の身は自分で守ると。言ったところですよ。はい。ちょっと右折がおりますので、こっちに避けていこう。はい、そんなところでですけれども、よくですね、映像、ニュースの映像などで、本当道路が冠水してね、もう川のようになっている、すごい流れている、そこをね、平気で乗用車とかね、トラックもそうですけれどもね、バシャバシャ通っていると。あれ見てね、私いつも思うんですよ。
危ねえなぁと。どこが道やら溝やら川やら田んぼやらわからないじゃないですか。もうね、一面湖みたいになってるんですよ。そういうところをね、バシャバシャ走っている。ほんとね、あの運転席の中にあれ雨水が入ってるんじゃねえのかなという感じのところでもね、バンバン走っていると。なんでそこまでして走ってるのかなという気はするんですけれどもね。まあ逃げ遅れたというかね、そこから逃げるために走っているのか、何か用事があって走っているのか、それはまあ分かりませんけれどもね、その映像の中では。でもよくあんな中ね行くなと思うんですよ。で、どっから水深が深くなっているか分かんないじゃないですか。道路ってね、ずっと平坦地じゃありません。行けば行くほど、どっちかが下り、どっちかが上りと、まあ上れたかというかね、緩やかな。そんな感じになってるんですよ。行けば行くほど、平坦地に見えても、行けば行くほど、水深が深くなるかもわからないですよね。ほんとね、そんなところ100メーターぐらい走って、水深がね、1メーター深くなったり、逆に1メーター浅くなったりとかね、そういったところもね、あるので、そういったところをね、平然となんかバシャバシャ行くというのは、なんか私自身は信じられないなぁと、思うんですけれどもね。はい。まあそういったところでね、この台風シーズン、ね、なれますけれども。まあ皆さんがね、そんな危険な目に遭わないように、まあ自らね、そんな危険なところにね、行って、命を落としたりだとか、しないようにね、ほんと、切に願います。はい。そして、あなたを待っている家族がいます。あなたを待っている大事な人がいます。その人たちに元気な姿を見せられるようにしてほしいなと思います。朝行ってきますと元気な声で言ったけれども、お父さん帰ってきた時にはもうね、冷たくなって帰ってきたということがね、本当家族の身になったら、本当なんというか、本当悲しいですよ、そんな目にあったらね。自分は大丈夫だといった感じではね、なくて、まあよく結果往来とかね言いますけれども、まあそんな水溜りのねバシャバシャ行って、まあ武勇伝のようにね、俺はそんな水深1メーターのところバリバリ行って無事帰ってきたぞ、荷物もバシッとつけて帰ってきたぞみたいなね、武勇伝いう方もねいらっしゃいますけれどもあくまでもそれは無事に帰ってきたから言えるんであってね、その前に本当にこの道大丈夫なのかと疑うことが大事ですよ。本当にその道走って大丈夫なのか、本当に大丈夫なのかと、本当ね、そういったこともね踏まえて運行してほしいなと思っております。それでは本日の動画は以上になります。台風14号、日本からどっか1名。それではこの動画は以上になります。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。